皆さんこんにちは、ときわきまいなです。本日は低体気を抜け出せハイカーボデーを撮っていこうと思います。ということで、3ヶ月前くらいから私ガチダイエット宣言っていうね動画を出して、いつもよりもね緩くではあるんですけどもダイエットっていうのをね頑張ってまいりました。まあスタート時はこんな感じの体型で161センチ、体重 52.6 から3キロの間みたいなところから始めて、まあ162センチ、なんかね身長1センチ伸びてたのこの間人間ドック行ったら伸びてたんだけど、まあ、162センチで今ね 50.8 キロになってます。なので緩く3ヶ月かけて2キロくらいね順調に落としたかなっていう感じなんですけども、ここでね体重が落ちんっていうね、いわゆるね停滞期みたいなのに入りまして、この50点何キロみたいなところから2週間くらいもっとかな、そのくらいねなんか全然こう変わんなくなってきちゃったんです。で今日はねこの停滞期を抜け出していくためにハイカーボデーというねとっても幸せな日をねやっていこうかなと思います。でね、もうちょっと早く食べたいみたいな、まず説明するんですけども、絶対停滞期って起こるんですよ。ダイエットしてたらゆるーく落ちてきたら1回停滞してまたゆるく落ち始めて停滞してみたいな感じで、こう階段式にねどうしても落ちていくっていうのがあります。聞いたことあると思うんですけど、人間にはねその体を維持しようとするホメオスタシスっていう現状維持をしようとするね力なんですよ、人間の。で大体体重の 5% くらいが落ちてくるとそういうのが働き始めるって言われていて、私の場合だったらちょうど52キロくらいだったので 2.5 キロ2キロちょっとくらい落ちてくるとその停滞期っていうのがやってきます。でまさにね今回ね、まあゆるゆるとね3ヶ月やってきたんですけども、最後ね49キロ目指してたんだけどね、もうその辺でね綺麗に停滞しまして、なので今回はチートデーではなくてハイカーボデーという糖質を一気に取る食事をしてこの停滞期を乗り越えていこうと思います。あーもう食べたい食べたいけど説明したいにー、ちょっと水飲んで一回落ち着こう。あーめえ。で、ハイカーボをするとなんでね、低体験の脱出になるかっていうと、そもそもダイエットしてると、低糖質だとか低脂質な生活を続けていると、体がそれに慣れて、代謝っていうのもね、糖質オフした体にね、合わせていくことになります。体がね、もう省エネな状態に慣れてっちゃうんですよ。そう。だから、同じようにヘルシーな食生活だとか、運動をしててもね、ある程度体重が落ちてくると、落ちなくなってくるとき、低体期っていうのがね、どうしてもやってきます。で、そういうタイミングで、しっかりと糖質をね、ボーンって取ってあげることで、体にねびっくりさせます。あなたは飢餓状態なんじゃなくてしっかり栄養を取れる環境にあるよ、だからしっかり代謝アップしてまた燃やしていこうねっていう感じでね、体にガツンと刺激を入れることでまたね代謝がねギューンって上がってくれるっていう理論でございます。で私ね昔一回これやったことあるんですけども、一時的にはやっぱり次の日とか体重上がるんですけども、その後っていうのはね3日くらいかければ元々のね私だったら 50.8 キロくらいには戻ってくれて、そこからうまくいけば体重がまたね変動し始めるっていうことを期待しております。あーもう早く食べたいというわけでね、あとはね食べながら喋っていこうと思います。じゃあいただきます。はい、ということで説明途中なんですけどもね、今日のねラインナップをご紹介したいと思います。まずはねこちら、豆乳のタピオカミルクチー。そう、ハイカーボの時のポイントとしては脂質は取らないっていうのがポイントでございます。脂質と糖を一緒に取ってしまうとめちゃめちゃね脂肪になりやすい食事になっちゃうので、ハイカーボの時はとにかく糖、純粋に糖を取っていきます。でタピオカって脂質が全然ない糖の塊なんですよ。そう、今回はねソイミルクにしてね、牛乳だと脂質があるので豆乳にしていきます。半年ぶりくらいにタピオカミルクチー飲んだ。めちゃめちゃ黒糖の味する。ひーちゃ美味しい。でちなみに糖質の量っていうのは体重かける 10g くらいをね1日かけて取っていきます。なので私の場合だと体重 50kg くらいなんで 500g の糖質っていうのをね1日かけて取っていきます。であとハイカーボのやり方としては一気に食べない、一食でねガンって取っちゃってどうしてもね腸とかに負担がかかりやすいので、1回でガンって食べるんじゃなくて、まあできれば2時間おきずつくらいにゆっくり食べるっていうことがまあできたらいいなっていう感じです。あとハイカーボの3つ目の私なりのポイントとして、なるべく小麦は取らない。小麦はね私が体質にあんまり合わないからっていうのもあるんですけど、基本的にはこういう大福、和菓子の大福、あー早く食べたいだとか、あとねこういうね甘いとろとろの、見てこの蜜だらけの焼き芋ちゃんです、芋だとか、あとはダクダクのね白米ちゃんで糖質をたっぷり取っていこうと思います。どうしましょう。はい、というわけでね、説明は終わりましたのでね、あとはもう食べるだけでございます。いただきます。というわけでこちら赤身のお寿司をいただきます。マグロちゃんです。お寿司はやっぱりね、ご飯が炭水化物だから全然食べてなかったわけじゃないけど、久しぶりよね、いただきます。
うんま、マグロ、うんま。で、あとポイントもうちょっとあった。タンパク質量はしっかりとっていきます。そう、純粋に1日のうちの脂質を下げて糖質をボーンって上げて、それ以外の食物繊維だとか、タンパク質っていうのは、通常のね、1日の食事のようにとっていきます。お寿司もマグロの赤身にしておきました。トロとかも食べたかったけど、脂質をね、あんま取らないっていう意味で。今日の動画はね、ひたすらね、私が炭水化物を食べる動画でございます。ちなみにね、今回大体計算したら、ここにあるやつ全部食べたら糖質が 500g、 カロリーがね、3000kcal くらいになる計算でございます。そのラインナップをちょっと見せるね。はい、まずご飯を1合です。そう、山盛り1合でございます。そう、これで糖質量が 115g。 すごい、1日分の糖質。あとは超これも食べるの楽しみなんだけどね、セブンのね、豆大福。これね、たまに食べると超美味しいんだよね。これが糖質量が 32.6g です。ご飯いっぱい分。あとはスイーツ系で、私が超大好きなセブンのみたらし団子とね、あとわらび餅でございます。そう、やっぱりね、和菓子は脂質が全然入ってない、安心してたっぷり食べられます。で、さっきも見せました三井もちゃんです。これちょっと食べてみようかな。これさ、やばいのよ。もうね、原型とどめないくらい、蜂蜜かかってるんですかっていうくらいさ。あ、ピントピント、お願いだから来てよ。本当に来ない。このね、とろみ、もうね、持ってらんないくらいなのよ。ちょちょちょ、いただきます。スイートポテトだ。え、これ本当に芋だけ？うまっ。え、飲める、飲めるよ。うまー。どうしよう、一気に食べちゃダメなの分かってるけど、一気に食べちゃいそうなんだけど、水飲んで落ち着こう。うまっ。細胞が生き返りまくってる。どうしましょう、どうしましょう。楽しい。赤身ちゃんだよ、赤身ちゃんだよ。寿司三昧。あ、トロが食べたい。赤身美味しいけど、トロが食べたくなるね、こういう風になってくると。そうよ、私ね、このご飯のお供にね、これも買いました。明太子ちゃん。そう、明太子もね、結構脂質が低くて、タンパク源なんですよ。これでご飯を食べていく。やば、白米大盛りなんて私、いつぶりだろう。ご飯は食べてたけど、こんな山盛りは食べてないよ。いやー。でん。もうどうしましょう、これ。いやー、ちょっとちょっと。最高。やっぱ明太子ご飯、うんま。どうしよう、これめちゃめちゃ美味しいんですけど、全然いけちゃいそうだわ。え、明太子ご飯が優勝かも。止まらん、これ。これで停滞期ちゃんと抜け出せたら最高じゃない。明太子にタピオカミルクティーは合わない。なんか久しぶりにこんだけ甘いもの食べると言葉を失うね、本当に。糖が全然悪いわけじゃないんだけど、やっぱりいらない糖だとか余計な糖をさ、省いて生活してたもんだから、もうなんか体が喜んじゃって。で、なんか私の全細胞が言ってる。一気にいっちゃダメなの分かってるけど、もう一個さつまいも言っとこう。見てくださいよ、このトロトロ具合。やーば。飲むさつまいもだもん。さつまいもって飲めるんだね。いただきます。うん、やばい、この組み合わせ。爆誕だよ、これ。なんか、スイーツ。さつまいもラテみたいな。よくわかんないけど、なんかそんな感じ。どうしましょう。怒られないかな、誰かに。
飲めてる。ちなみにね、さっき体重のことを話したんですけども、私ダイエットのね宣言動画前出したんですけど、この時も言ってたんですけど、一応ね3ヶ月でマイナス3キロっていうのを目標にダイエットをしますって言ってたんですけど、そもそもね体重よりももう体型、見た目重視でダイエットを頑張りますっていう風に宣言をしてたので、ダイエット宣言からね3ヶ月経った50キロだよね、まあ行き来してる今の体っていうのがこんな感じなんですよ。比べてみると結構やっぱりね、お腹周りとか結構バキバキしてきたし、変わったなっていうのもありますし、あとねなんか横の薄さっていうのがねかなり変わったなと思ってて、体型的にはねかなり変わってきたので、今回のダイエットについてはね満足をしているところでございます。ただねこのねハイカーボをねやってる理由としては、停滞をしてきちゃったのでね、体型っていうのは変わってきてるけど体重が停滞してるから、それを脱出するためにやってみたいなっていうところでございます。一応ねみんなにも公言したことだしと思って、約束のね3ヶ月はちょっと超えちゃってるんですけども、これでねちょっとね脱会していこうかなと思っております。おいしいよ。ただちょっと待って待って、なんかやっぱり久しぶりにこんな一気に糖取ってるからか、めちゃくちゃ眠いし、すっすごい急にお腹いっぱいになってきた。こんなもん？なんか私サブちゃんでさ、マックとかはね爆食いしたりだとか、あと辛ラーメンいっぱい食べたりだとかして、結構食べるとき量食べれるすなんだけど、え待って、炭水化物糖質的に取るとこんだけ来るのね、お腹に。ということでまた2時間後。はい、2時間程度経ちまして、さっきねちょっと1時間半くらいねお散歩しながらねタピオカちゃんは飲みました。ということで開始。あの全然お腹はいっぱいです。うまい。散歩してる間に気づいたんだけど、めちゃめちゃ体の中から熱い。唐辛子大量に食べるともう内側からブワーって熱くなって、なんかメラメラしてくる感じあるじゃないですか。本当にあんな感じで、全然外涼しいのになんか自分だけなんかめちゃくちゃ燃えてるみたいな、体にエンジンかかったんだなっていうのがねすごい体感で分かりました。すごいハイカーボ。気づいたけど私やっぱりね、甘いものよりどっちかっていうとしょっぱいものが好きだから、白米が進むね、このね明太子オンライス、ライスオン明太子、これがね無限にいける。これ一番最初にいけちゃうわ。マジで一番優勝かも。明太子ってタンパク源で塩分はね結構入ってるんですけど、糖質と脂質がねすごく少ないんですよ。塩分をねちょっと気をつければすごくダイエット向き、まあ、ただね魚卵なんで尿酸値が高い人とかはね痛風になっちゃうから良くないけど、私は大丈夫タイプ。目覚める。体の中に糖が回ってるからすごいね眠いんだよね。眠気と戦いながらさっきね散歩してました。トロトロのお芋ちゃんがね蜜なのよね、うまーい。何これ、なんか本当に生クリーム入ってんじゃないのってくらい甘いんですけど、お寿司に白米を乗っけて、はぁ、残りをいただきます。ちょこちょこ食べてね、お寿司はラスト1貫です。うん、完食。やっぱ時間空けるとちょっと食べれるね。じゃあちょっと違うの食べるか。このね食べたくてしょうがなかったセブンのね豆大福、これ超美味しい。みんなも食べてみて、チートデーとかハイカーボデーにマジで美味しいから。あんこがたっぷり。飴大福って言ってるくらいだから豆がねしっかりしてるんですよ。周りのお餅の中に豆入ってんの。うまっ。ちょっとだけ塩味なんよね、それが進むんよ。美味しすぎて3口で絶対食べちゃう。これ糖質 30g ちょっとだから1口 10g。 本当に甘いものって人を幸せにするよね。ていうか私昔はさ明らかに洋菓子の方が好きだったんだけど、てか今もね洋菓子大好きなんですけど、年齢とともに和菓子の美味しさに気づいていくよね。みたらし団子ちゃん、私はあの串に刺さって団子スタイルのさみたらし団子が一番好きなんだけど、売ってなかったんだよね。にゃー、やっぱ味が変わると別腹だよね。全然食べれる。いただきます。うまっ。あーすいません。
満腹だけど全然食べれちゃう。なんでなんだろうね。なんでなんでしょう。回復。胃がちっちゃくなっちまったもんだわ。あん。最後まで明太子ご飯が優勝だわ、やっぱり。こんなに白米に、こんなに白米にたらこちゃんがまとわりついてるなんて夢ですか。うまっ。うーん、食った。お腹いっぱいでござる。さっきまでゆるゆるだったお腹がめちゃくちゃポンポコリンに膨れ上がりました。厚みがすごい。ちょっと本当は食べきる予定だったさつまいもちゃんと豆大福ちゃんと、あとこのわらび餅、ちょっとお腹がいっぱいすぎるんでダーウィンに食べてもらおうと思います。これらを引いたら今日トータルで取った糖質は350から400いかないくらいかなっていうのよね。まあどちらにせよすっごい食った。幸せでございました。はい、そんな感じでね、全部は食べきれなかったんですけども、しっかりと体にエネルギーをね、ドカーンと入れて、体の代謝をね、また上げて、体重だとか体型が動き出すのをね、待とうかなと思います。最終的なダイエット報告はもうちょっと後にするから、みんな待っててねー。というわけで、今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。みんなもよかったら、カーブアップ一緒にやってみようねー。じゃあ、またねー。バイバーイ。はぁ。みなぎってる、みなぎってる。すごいみなぎってるわ。